じゃあ続きやっていきましょう。美咲ちゃんは何をしようとしているのか、消費して進む。まあ美咲ちゃんはそんな悪いことしない。あ、母言ってる。動揺してる。美咲さん何をしてるんだろう。ん？部屋の奥に誰か寝てる。美咲さん、あの寝ている人を殺すつもりか。あれって誰だ。暗くてよく見えないけど。凛太郎。え、あれは凛太郎だ。え、凛太郎を殺そうとするわけがないじゃない。え、美咲さん、包丁を握ったまま立ち尽くしてる。泣いてる。凛太郎、ごめんね。え、美咲さん、泣いてる。それに、凛太郎、どうして呼び捨てに。おい、あ、まずい、コウ君だ。は、誰？お前、そんなところで何してるんだ。コウさん、何をこっそりと部屋を覗いてるんだ。ん？お、どういう状況、今回の狼ゲーム。負の連鎖を止めるために凛太郎を殺そうとかそういうことなのかな。あれは美咲。しかも手には包丁。しかも本編の時のやつだね。これ、包丁だけどこれガラスの破片だよね、絶対。なるほど。ちょっとコウさん。え、これどうなんの？え、やっちゃった。これ美咲ちゃん積みゲーじゃん。おい、美咲。お前、そんなものを手に持って何する気だ。これは。おい、凛太郎、起きろ。みんなどうして集まってるの？こういう罠だったんだ、きっと。美咲ちゃんを早く退出させるための。いつまでのんきに寝ぼけてるんだ。美咲の手を見てみろ。は？美咲ちゃんの手？あ、包丁。美咲、そんな包丁を持って、凛太郎に何をするつもりだったんだ。これは。まあ何をしようとしてたかなんて、大体想像できるがな。現行犯で見つかるなんて、間抜けなやつだな。あ、これは多分退出させるためだろうな。でもなんか美咲ちゃんちょっと演技っぽくなかったよな。何なんだろう。美咲さん。あ、やばい、みんな集まってきた。何の騒ぎだ。声が聞こえたんだけど。美咲さん、どうやら今回は探索の必要はない。美咲は今まさに凛太郎を殺そうとしてたんだ。さすがに今回の狼は美咲と言い切って問題ないだろう。まあ、言い逃れできないよね。ごめんなさい、うち。美咲ちゃん、いい人だったのに、残念です。な、せっかくカレー振る舞ってくれたのにしょげるよね、結構。犯人が認めたということは、美咲が狼で確定だな。これ、かばうこともないか。おい、メリー、ウルフ、出てこい。どこかで見てるんだろう。呼ばれて飛び出てメリーです。ウルフだ。新村公の言う通り、事の流れはすべて見ていました。ならばもっと早く出てこい。今回は現行犯での狼の発見。さらに美咲さん本人が狼であるということを認めたために、狼裁判は行いません。サクッと行く。その代わりこの場で簡易的な狼裁判を行います。それでは皆さん、今回の狼は美咲さんでよろしいですか？ああ、そうね。あらら、残念。ゲームオーバーだね。また女の子がいなくなるのか。可愛い子が死ぬのは残念だけど、しょうがないよな。ショウマなんだかんだ新キャラ生き残ってんね。ショウマとユウト頑張ってる。それでは裁判の結果により美咲さんを処刑します。いや、いやだ、死にたくない。いや、これ前回の、多分本編でやったやつがそのまま来るんじゃないかな。あ、やっぱりそうだ。懐かしいな。あ、じゃあやっぱ物語の本筋は変わってないんだろうな、これ。要は美咲ちゃんと凛太郎が主犯っていうのは変わってないんだと思う。となると、これ美咲ちゃん無理ゲーだよね。そもそも、音ゲー大して興味ないでしょ。実際そこまでオタクじゃなかったしね。お、かわいいな。ああ。全然違うとこ戦ってるけど。もうミスタッチもいいところ。ゲームオーバー。本当の音ゲーマーだったらこれぐらい余裕でかわしてると思うもんね。ああ。さらば、美咲ちゃん。草場の陰から見守っていてくれ。モニタールームにいるんだろうけど。処刑完了。じゃあ黒幕はもう凛太郎で見てていいんだろうな。消費して進む。無事処刑が完了しました。バカな女だ。殺人を失敗するなんて。ああ、まあ、ディスない方がいいよ。ムキムキの人が怒るよ。ニコニコバカ力が怒るよ。そこまで言わなくていいだろ。何ムキになってんだお前。あの女のこと少し気になってたのか？別に気になってなんて。わかるよ、ゆきなりくん。
美咲ちゃん家庭的だし、おっぱいも大きかったもんな。もうお前ちょっと黙っときなさい。そんなんじゃない。俺は死んだ人のことをそこまで言う必要ないだろって言ってるんだよ。ちょっと二人とも喧嘩はダメだよ。ごめん。ち。でもこれで次の脱出の扉は開くんだよね。サクッと開くね。はい、レギュラーでしたが、狼が処刑されたことに変わりはないので。よかった。早く脱出の扉を開きましょう。なんか明らかんとしてる、ちえちゃん。お前もちょっとは美咲が死んだことを悲しめよ。そうですね。悲しいです。なんかちえちゃんちょっと感情欠落しているよね。怖いよね。うわぁ、嘘くせぇ。この人たち、美咲さんが死んだことなど全く気にもしていない。あ、でも狼ゲーム本編の時、この子ら、クズだったんだよな、一応。なんか、新村高目線とかさ、なんかいろんなキャラストーリーとかパラレルワールドやってるうちにみんなのことだんだん好きになってきたけど、まあこう、元を正すとこんな感じだったんだよね。次こそ外に出られるかもしれません。それでは行きますよ、オープンザドア。絶対嘘だよ、出られないもん。あ、ここは覚えてるな。ここは、また出口じゃねえじゃんか。でも今までの部屋とは何か雰囲気が違うというか、ここって家のリビングでしょうか。部屋の真ん中にこたつが置かれているし、おそらくそうだろうね。ん？あれは、どうかしたの、コウ君。おい、こたつの毛布から足が見えてないか。うえ、怖っ。足？ほんとだ。またマネキン。子供の足かしら。怖っ。調べてみようぜ。ばさ、こたつの毛布を取ると、あ、中には子供二人が寄り添っている人形が置かれていた。ん？消費して進む。子供の人形だ。うわ、なんかキモい人形だね。女の子と男の子かな？一人がうずくまって、もう一人は何か書いていますね。ねえ、この子が書いている紙、見て。お、ゆうやを殺したいって書いてる。あ、ゆうやを憎んでたんだな、りんたろうたちは。また、ゆうやが。しかも殺したいって、ゆうやってやつ、よっぽど嫌われてるんだな。まあ、ことの発端だしな。この部屋も意味不明だしよ。この子供たちは一体何なんだ？ん？この人形何かを抱きかかえてるみたい。これは、服？血まみれだ。いや、お母さんが着てたやつ。女性のものみたいだな。しかも何箇所も刺されたような裂け目がある。気味が悪いな。お、皆さんそれを見つけましたか。その服はここから脱出するのに役立つものですよ。これが脱出に何の関係があるんだ。全然脱出の役に立つものじゃねえじゃん。何か深い意味があるんじゃない？ああ、この血まみれの服にどんな意味が。RPG だとこういうアイテムには必ず裏が。おい、いつまで話をしている。さっさと次の狼を決めるぞ。それでは目の前のカードを引け。わーっぞーし、今回はどれ引いちゃおうかな。前回下から4番目引いたしな。前は、なんか血がいっぱいついてるカード引いちゃったしな。もう今回左から2番、いや右から2番目いっちゃおっかな。いや、もう斜め右から斜め左に1個行こうかな。いや、もう真ん中の下行く。あ、ちょっと1個ずれた。まあいいか。真ん中の1個右に行っちゃったね。何になる？羊！やったぜ。やっぱ羊が一番気楽だよな。俺のカードは羊だった。よかった。今回も俺は狼じゃない。それでは皆さん、ご自分のカードは確認できましたね。だんだん人数も減ってきましたね。それでも次は、違った。それでは次も生き残れるように頑張ってください。まだこの殺し合いが続くのか。それにしても、美咲さん。凛太郎を殺そうとしてた時、泣きながら、ごめんね、凛太郎って語りかけてたよな。美咲さんって、凛太郎のことを呼び捨てにしてたっけ？それに、あんなに泣いてたし、何か、いつもの美咲さんと雰囲気が違ったような。なんか凛太郎との関係もちょっと壊れ始めてるのかな。それにしても、もうずっと寝てないし、疲れがピークだ。お、大丈夫？そんな寝ちゃって。どこかで少しだけ横になろう。なんか隠れて寝たいよね。ここならいいか。俺はベッドに横になり少しだけ眠りに落ちた。あー、不安、怖いよ、これ。あ、第4章、狡猾な罠。また罠かけられたの？あ、ともや。じゃあもう何回も転校してるんだ。すごいね。別に、すごくないよ。友達、毎回作り直すのとか大変だし。そうなんだ。じゃあ今回は僕が転校先の友達1番目だね。うん、ありがとう。僕の方こそだよ。
ゆきなりくんが友達になってくれてよかった。君が来るまで一人ぼっちだったから。そうなの？いきなりこういうこと言うのもあれだけど、後で迷惑をかけたくないから、ちゃんと言ってた方がいいと思って。どうかしたの？僕、いじめられてるんだ。いじめ？そうなんだ。うん。だからね、もし嫌だったら友達辞めてもいいから、君に迷惑かけたくないし。俺は気にしないよ。うわ、かっこいいこれ。え？打ち明けてくれてありがとう。いいの？うん。ありがとう、ゆきなりくん。俺はどんなことがあっても君と友達だよ。いやー、これがまたね。これを言っちゃったからこそ裏切られた時のショックがでかかったよな。ありがとう。君みたいな友達ができたの、僕初めてだよ。そんなに言われると照れるけど。終わった。はっ。はっはっ。あ、無事だったね。今のは、すごく懐かしい記憶、そして忘れたくても忘れられない記憶。俺はいつまであのことを引きずっているんだ。消費して進む。俺は体を起こし辺りを見渡した。部屋はとても静かだ。どれくらい寝てたんだろう。俺は眠気を覚ますため、ゆっくりと立ち上がった。喉が渇いたな。俺はキッチンに向かった。水は。お、しょうま。うわ、びっくりした。しょうまさん、一体ここで何を？まさか？また毒を？その手に持ってるのは。お前、しょうまお前。え？ああ、そうだけど、料理だろきっと。もしかして、今回の狼。いや、俺は狼じゃ。どうか殺さないで。いや、ゆきなりお前。お願いします。だから俺は狼じゃねえって。本当ですか？本当だって、疑い深いやつだね、ゆきなりくんは。じゃあその包丁は。ちょっと小腹が空いたから、軽く自分で夜食を作ってるだけだよ。そうだったんですね。しょうまさん、自分で料理とかするんですね。少し意外です。ね、コンビニ弁当で済ませてそう。まあ俺は結婚もしてねえし、アラサーの独身ともなると料理のスキルも自然と身につくんだよな。そうなんですね。それにしても不思議だよな。不思議？何がですか？俺たち出会って数日しか経ってねえのに、お互い殺し合ってんだから。それはそうですね。このままこの狼ゲームが進んでいって、本当に俺たちはここから出れんのかな？まあ、今はそう信じてなんとか生き残るしかないですよね。そりゃそうだな。まあ、俺は別に生きて出れなくてもいいんだけどな。どうした、しょうま？どういうこと？なんか闇抱えてんな、お前も。え、それってどういう意味ですか？もしかして、しょうまさん、何か悩み事とかあるんですか？悩み事？ああ、別にそんなものねえよ。でも、生きて出れなくてもいいって。ああ、それは別に自殺願望があるとかそういうんじゃなくてな。なんか、別に外に出てもやりたいこととかもねえし。そういうものですか？まあ、30歳近くになってくると、なんとなく惰性で生きてる人間も多いんだよ。俺もその一人だな。なるほど。まあ、ゆきなりくんはまだ若いから、わからんかもしれんけどな。まあ、君は、こんなしんみりした大人にならねえように頑張るんだな。はあ。しょうまさんって、女好きの明るい人だと思ったけど、実はいろいろ抱えているのかも。あ！ブレーカー落とされた。ちえちゃん？バツン。うわ、なんだ？急に電気が。おそらく停電っぽいな。蛍光灯だけじゃなくて他の電化製品も全部止まってるみたいだ。どうして突然？さあ、理由はわかんねえけど。あ、いいこと思いついちゃった。この状況ならワンチャン女の子のベッドにバレずに潜り込めるんじゃね？もう曲がんねえなお前。ちょっとこんな時に何言ってるんですか？嘘、冗談だって。冗談なんて言ってる場合じゃないですよ。まあそう言われるとそうか。狼が誰かを狙っているこの状況じゃ、暗闇がずっと続くのはまずいよな。そうですね。ブレーカーってどこにありましたっけ？あ、物置だよ。そういえば最初探索した時、物置にブレーカーあったような。そんじゃ二人でブレーカーを戻しに行くか。そうですね。なんかなんだかんだしょうまと仲良くやってるんだけど、これもしかしてしょうま主要キャラなのかな？お、暗い。もうそのままブレーカー入れていいんかな？入れるよ。ありました、これですね。まあ、早くブレーカーを上げようぜ。はい。えい。ん？
上がらない？あれ？どうした？いきなりメガネも落ちたぞ。うん、ブレーカーが上がらない。いきなり一瞬メガネなくなったけどどうした？あ、いきなりくん力がないんじゃねえの？ほら、俺に代わって。ありがとうございます。えいや、グー。あれ、動かねえ。なんでだ？ですよね。ちょっと待てよ。次こそは全力で。それ壊したらまずいんじゃん。えいや、グー。グググ。ダメだこりゃ。で、しょうまさん。これ見てください。なんかロックされてる。これは針金で固定してあるのか？一体誰がこんないたずらを？あ、もしかして、狼の仕業ですかね。そうなっちゃうだろうな。そうかもしんねえな。とにかく、早くこの針金をなんとかしようぜ。あ、工具セットがある。だけどこの針金はかなり固く結ばれてて、素手で解くのは無理そうです。ブレーカー。ストーリーが進んだ。これでしょう、これ。道具箱の中にペンチが入ってる。そうだ、このペンチを使えば、ブレーカーのスイッチに巻いてある針金を切れるかも。よし、試してみよう。オッケー、バッツンバッツン切るぜ。しょうまさん、ペンチを見つけました。あ、ゆきなりくん、ナイス。よし、このペンチを使って、パチンパチン。よし、針金が取れたぞ。これでやっとブレーカーを上げることができるな。あ、もうなんかこれ、今回、ちえちゃん言ってそうな気がする。そうですね、それじゃあ上げますよ。えい、こっち。よかった、電気がついた。お、なんだ？なんだ今の音。この部屋の真下から聞こえた気がするけど、真下？一体何ですかね。え、うわぁ！この部屋の真下ってなんだ？叫び声。やっぱり下の階からだ。急いで行ってみようぜ。はい。しょうまは今回アリバイあるからもう疑わなくていいな。お、拓也生き延びてる。ふっ。あれは拓也さん。何？拓也さん、何があったんすか？たったった。おい、今の叫び声はなんだ？拓也さんの声聞こえたけど、無事だったの？おみほさんも生きてる。やっぱちえちゃんか？みんなあれを見てくれ。え？あれ、りっちゃんもいない。え？りっちゃんとちえちゃん？言うと、いや、むごいし死に方。めちゃくちゃむごいんだけど。悲惨すぎね。悲惨すぎるんだけど、これは。ゆうとくん。うわ、天気ビリビリじゃん。おいおい、なんだこれ。恐ろしい。感電してる。早く助けないと。そうだね。どうすれば。あ、スイッチ入れたから死んだんだ、きっと。うわ。これって、どうなるの？殺したってのは。ブレーカー入れた人が殺したってことにはならないか。さすがにならないか。危ない。近づくと死ぬぞ。へ、見ろ。ドライヤーだ。漏電してる。下手に触るとお前まで黒焦げだぞ。そっか。危ないところだった。危ねえ。だけど早くコンセントを抜かないと、ゆうとくんが死んでしまう。生きてんのこれ。だけど漏電してるのにコンセントなんか触れねえよ。ゴムだゴム。とにかく使えるものがないか探せ。うん。こういう感電してる時って蹴飛ばすといいって聞くよね。一瞬で離れるように。いや、むごい。どうしたらいいの？どうしたら？こうくん。うかつにコンセントに触ると、お前も死ぬぞ。はい。わかってます。一体どうすれば？こう、言うと苦しんでる中、みんなに一人ずつ話しかけるという。この匂い。なんていうか、すごく嫌な匂いだね。今はそんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。早くゆうとくんを助けないと。なんか俺ね、なんだかんだゆうとって主要キャラだから死なないのかなってちょっと思ってた。今回殺されたのはゆうとくんか。まだ諦めるのは早いですよ。ゆうとくんは声を上げていますし、助かる可能性があるかも。早くコンセントを抜かないと。でも露電してるからうかつにコンセントに触れないし、一体どうすれば。ごめんな、ゆうと。全員に話しかけるまでちょっと待っててくれ。おいおい、やべえぞ。早くドライヤーを止めろ。わかってます。ちえちゃん。ひひ、体はビクビクしてます。こんなの見てられません。早くコンセントを抜かないと、ゆうとくんが死んでしまう。急がないと。これ電気流れてるから動いてるだけなんじゃん。早くドライヤーを止めねえとヒュートが死ぬぞ。でも漏電してるからうかつにコンセントはされないし、一体どうすれば。美穂さん。早くゆうとくんを助けないと。わかってます。早くコンセントを抜かないと。でも漏電してるからうかつにコンセントに触れないし、一体どうすれば。サドルさん。これはむごすぎる。早く止めてあげないと。はい。早くコンセント抜かないと。でも露電してるからうかつにコンセント。もう分かったぜ、コンセントの下りは。これは、ゆうとくんのゲームだ。今はそんなことより早くゆうとくんを助けないと。そうだな。これかな？ゴム手袋。ちゃうよ。これ何？外出れるの？あ、違ったわ。ゴム手袋、これ。掃除などで使うゴム手袋のようだ。今は乾いている。チャンス！
そうだ、ゴムは確か電気を通さないはず。このゴム手袋を使えば安全にコンセントを抜けませんか？そんな聞いてる場合じゃないで、さっさと行こう。いきなりくん頭いい。よし、いきなりその手袋を俺に貸せ。解くよ。お前、かっこいいな。はい。ごぞごぞ。よし、コンセントを抜いたぞ。よし、もう電気は流れてないようだ。ヒュートくん、大丈夫？私が確かめよう。サトルさん。うわぁ、ダメだ。脈が止まってる。こんなショタをそんなむごい殺し方すると思わなかった。それって、いい、むごい、超むごい。残念ながら死んでしまってるようだ。なんてむごいんでしょう。うへ、私気持ち悪くなってきた。今回の被害者はユートということか。コウ君、冷たい。電気で感電死させるなんて。狼もひどい殺し方考えるね。想像するだけでも痛え。あ、メリー。おやおや、皆さん、またまた殺人が行われたんですね。メリー。それでは規則に従い、今から12時間後に狼裁判を行います。それまでに犯人を特定できるように探索を頑張ってくださいね。はあ、また探索をしないといけないのか。ち。みんな、かなり疲弊している。それもそうだよな。もうここに来てからずっと殺人を目の当たりにしてきたんだ。次の狼は誰なんだろう。電気でビリビリしちゃうなんて大胆な子だよね。間違えた。大胆な狼だよね。誰だろうな、今回は。凛太郎だけは元気だな。おい、凛太郎。お前楽しそうにしてんじゃねえよ。別に楽しそうになんてしてないよ。お前はいつも顔が笑ってんだよ。そんな、もともとこんな顔なんだよ。ふざけてる暇があったら、早く狼の手がかりを見つけるんだな。難しいね、今回も。そうだね、今はとにかくそうするしかない。そうね。みんな疲れながらも、なんとか気持ちを切らさないようにしている。俺も早く、ゆうとくんを殺した狼を探さなくちゃ。死に方が本当にむごいんだけど。どうしようかね。ちょっとトラウマだよね、これ。いやー、むごいな、これ。なんかゾッとする。でもな、一旦ここで終わろうかな。次回は調査パートから入ろうか。はい。